いくつか森を破壊させてもらったが、まあいずれ臨海全土が戦場となるのか、別に問題なかろう。戦場になんてさせねえよ。このまま決めてやる。準備完了だ。チームワークで攻めるぞ。雨の手力。潰してくれる。たかが七種のためにそこまで必死になるとは。見苦しい存在だ、渦巻きボルト。どんなに苦労したか知らねえのか。知っているぞ。だがそれがどうした。それが奴の運命だったのだ。運命は変えられぬ。最初から決まっている。奴は兵器として生まれ、兵器として死ぬ運命にあったの。俺は奴を有効活用した。それが兵器としての幸せだろうからな。お前の考えがあいつの力を分かった。あいつは人間だ。兵器なんかじゃねえ。いいだろう、仮に人間だとしよう。だからなんだ、結局何も変わらんよ。奴は人間でありながら人間に利用され、挙句捨てられる。その運命は変えられ、悲しいことにな。それは違う。運命は変えられる。俺はそんな奴をいっぱい見てきた。お前が崇拝してるペインだ、その中の一人だってばよ。だからこそ彼は神になれなかったのだ。俺からすると古い考えに縛られているお前こそ悲しい男だがな。そんな男が神になるのか。合わせ、鬱陶しい奴。なぜここまで抗う。もはや貴様らの時代は終わるというのに。勝手なこと言ってんじゃねえってこと。終わるのはお前が勝手に想像してるチンケな理想だ。どうしたちが作った俺たちの時代はこれからもずっと続いていく。メルス、準備完了だ。チームワークだ。クソフ、貴様はここまでの存在、さっさと消えろ。まだまだ諦めてたまるかよ。ボルト、冷静になれ。見せない攻撃ではないぞ。このまま決めてやる。準備完了。準備完了だ。この俺が押されているだと。俺は新たな時代を作る神だぞ。こんなこと認められぬ。認めてたまるか。
ざ穴は開けておいたぞ。ボルト決めてこい。地雷ってのは人が作るもんだ。自分勝手な神様はお呼びじゃねえんだよ。螺旋丸。なぜだ、なぜだ、なぜだ、なぜ俺がこんなガキで。俺たちを忍びを戦う術がないか。渦巻きボルト。貴様を侮っていたのが敗因か。違う。この時代ってのはお前が思ってたよりも強えんだ。お前は父ちゃんたちが作った時代に負けたんだってばさ。強いか。果たしてその言葉この先も言っていられるかな。俺が言ったことは間違っていない。今の世には戦いを望む者が多くいるのは事実だ。だからって人を物として扱っていいわけじゃねえ。お前のやり方は誰のためでもなかった。ただの自分勝手だ。言うな、子供の分際で。だがお前はその子供に負けた。当然だってばよ。何せその子供たちこそ俺たちの火の意志を受け継いだ新しい力だからな。絶対に折れねえ強い力だ。そんなものがこの俺よりも上だと。決して折れぬ神のごとき意志があれば世界を変えることなどたやすい。そんなものが忌々しい。忌々しい力だ。若っ。ナナシは自分のこと分かってるから。ボルト、私さ嬉しかったんだよ。ボルトが友達って。でもやっぱり
くて、昔のこと忘れられなくて、すごく迷って だけど私もういいよ、わかってるから。いいって。あれ、ボルト、どこ？大丈夫だ。ここにちゃんといるってばさ。これ。私とボルトの。小さいけど大切、もらってくれる？もちろんだ。つうか、まだまだ大きくしねえと。これからいっぱい遊んでよな。あ、やだな。なんで最後なんだろう。もっと一緒にボルトと。悔しいよ。アナシ、今回は失敗でしたが、次こそは。こうしてゼロが起こした反乱は終わった。幸いにも五大里の忍びたちに大きな被害はなく、たった一人の少女だけが犠牲となって。なんでこんなことになっちまったのか。始まりは何でもない小さなことだったのに。以上の捜査が行われ、いわゆるゼロの反乱によるスパイ容疑で捕まった忍びは10名を超えました。またゼロに資金提供をしていた有力者も絞られてきており、今後火影室主導の本格的な捜査が開始される模様です。約束のもんとは違うけど、これを渡しとくってばさ。わあ、綺麗。結局父ちゃんの首飾りはもらえなかったからな。ああ、けどそれは貸すだけな。兄ちゃんにとって大切なもんだから。そんなに大切なものなのに私がもらっていいの？ああ、いいんだ。そいつはさ、ずっとずっと影にいたんだけど、ようやく出てこられた。だからさ、これからはできるだけそいつにお日様を見せてあげたいんだよ。でも兄ちゃんはこれから任務で忙しくなるし、それになくしちゃうかもしれないだろ。だからひまわりにそいつを頼みたいんだってばさ。よくわかんないけど、大事にしてればいいんだね。そういうこと、わかってんじゃんか。それじゃ、遊びに行ってくるね。おう。
日の当たる道ってやつを。